ございます。え、何したん、何したん、何、これは読んだ方がいいのかしら。読んでください。MC、 素敵な素敵な24歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今回は素敵な一日を過ごせるようにフォーエイトメンバーが素敵な誕生日プレゼントを用意しました。おお、この事務所に6つのプレゼントを隠しました。ほう、探してください。はい、エスコート役としてチキンを1匹こちら送らせていただきました。はい、決してフォーエイトメンバーではございません。プレゼントを見つけたらそのプレゼントを課題につけてね。なるほど、え、3つ、すべて揃った時にはドレスアップが完成します。それでは素敵なプレゼント探しを。怖いんだけど、もう見えてるし、え、怖いんだけど、ん、なんかめっちゃちゃんと隠してあるのかわからんけど、これですか、これは違うの、クマさん。プレゼント見つけたらそのプレゼントを課題につけてね。違うの、これ違うの、あ、違うんだ、ダミーなの。え、めっちゃ可愛いこのクマさん。この部屋にあります。無言なのね、そこは教えてくれないのね。違うのね。あ、これちゃう、これや、これや、これや、これです、これ。はい、ということでこたつです。今回の僕の MC の誕生日プレゼントの担当は靴でございます。イエーイ、誕生日プレゼントとして選んだのはこちらになります。ドン、サンダル3つのストライプっていうのは僕結構あんま見たことなくて、 MC って結構あの個性的で他の人とあんまり被らないファッションをしてるんで、まあ、今回これがいいかなと思いました。まあおそらく夏に向けて多分履いてくれると思うので楽しみに反応を待ちたいと思います。ごめん、見つけました。開けていいですか。開けます。え、めっちゃ嬉しい、マーキンサンダルや、めっちゃ嬉しい、あ、かわいい。え、これ身につけていくんですよね。ありがとうございます。え、かわいい、これから夏に使えますね、これ。めっちゃ優しいじゃん。ありがとうございます。あ、ぴったりです。あ、かわいいわ、こんな感じです。まだあるってことよね、これ。まだあるのね。まだあるのかな、ん、あれ、まだあるの、カバン下ろしてって。あ、オッケーオッケー。すごいところ隠してる。見つけました。はい、はい、どうも太郎社長です。僕の担当はバッグになります。可愛いもの見つけたんで MC も喜んでくれるんじゃないかと思います。でもちょっと MC っぽくないですか。なんかこのイラスト、この独特なイラスト、なんか有名なイラストレーターさんのイラストらしくて、この蛍光色のデザイン、オレンジとか緑とかの蛍光色好きなイメージあるんで、こちらをプレゼントしていこうかと思っています。楽しみな反応を見ていきましょう。こちら2個目ですね。見つけました。すごい、しっかり包装されてますね。カバン？めっちゃかわいい。こちらのカバン2個目です。めっちゃかわいいわ、これ。結構サイズ感の良きね、これ。使えそうで、ね、かわいい、おまけ。あ、かわいいわ、かわいいですこれ。なんか、マジで、これは、あ、ダミ、これはダミ。あっちにもあるんだ。あ、待って。これ、これ、これ。
でーす。今回 MC のプレゼント担当するのは僕は帽子です。いつも買ってる帽子屋さんに行って買いました。ドン！これミッキーマウスって書いてある。で、これワンポイントでね、これミッキーがついてる、とっても可愛い MC らしい帽子かなって思いました。なのでこれつけてくれたら喜んでくれるととっても嬉しいです。3つ目見つけました。え、何個用意してくれたった？この事務所に6つのプレゼントを隠しました。ほう、キャップや。見てください。はい、こちら3つ目です。かわいいミッキーマウスのコラボですかね。どうですかね、いけてます？ありがとうございます。まだある、まだまだある。向こう側にもあるのかしら。ちょっと向こう側に行ってみよう。隠してるかな。芝居ないか、芝居置いてないか、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 置いてないか、さすがにな。あ、あった、あった、やった、あった。4つ目です。見つけました。これです。はい、どうも、ゆうのりすです。今回ね、MC の誕生日プレゼントの担当はズボン？パンツ？まあ、そっちですね。今回用意したのはこちら、ダーン！ MC ってビッグティーとかこうダボっとした服着てるイメージあるんですよ、トップス。なのでちょっとジーンズ系を攻めたかったんですけど、 MC がスキニーが苦手っていうのを聞いて、こちらちょっとねダボってしてる、これジーンズで、しかもなんかこうウエストとかも MC よく気にしてるんで、ここもうゴムだし、こうダボっと着れるし、ビッグティーにインしても可愛いし、どの服にもトップスにも合うと思うんで、 MC はこれと思ってこちら用意させていただきました。あの、これやらされてるんだ。カメラの向こうでやらされてるんですよ。はい、はい、じゃあ4つ目です。お、すっげー。はい、これ4つ目です。ちょっと、これ身につけるんですか？わかりました。はい、どう？4つ目こんな感じです。めちゃめちゃ可愛くないですか？横のレースはめちゃめちゃ可愛いですよ。これまだプレゼントもらえるんですか？あるんですね。行ってきます。じゃあ、はい、どうもこんにちは、マリザです。僕の担当はアクセサリーになります。やったーん。はい、こちらドーン。 MC はのアクセサリーめっちゃつけるんですけど、なんかちょっと個性が強いアクセサリーがいっぱい多かったんで、1個ポンってこうつけるのがやっぱ可愛いかなと思って、僕これを買ってきました。です。では5つ目見つけました。はい、アクセサリーかな。箱は可愛い。お、何ネックレスかな。見えるかな、これ。シンプルですね。こんな感じですね。はい、めっちゃシンプルでいいと思います。ありがとうございます。え、まだあるってこと？あ、はい、え、まだあるの？これは違う。
ちにあるの？あっちにあるの？ずっとあっちに。はい、アミカです。今回アミカが MC にプレゼントする担当はトップスになります。アミカが買ったトップスこちらです。ダーン！ MC ってアミカです。やらされてるんでやらせてない、やらせてない。 MC って結構ビリーさんのパーカーとかダボっとした系が多いと思ったので、今回ねこちらのシャツ購入いたしました。これ見てほしい。後ろもねボタンが開けれてちょっと分かれるようになってるんですよ。このままでも着れるおしゃれなものなんですけど、それプラスこちらディディン、流行っているコルセットベルト、 MC も絶対似合うと思ったので MC が着るのを楽しみに待っていきたいと思います。じゃあ6つ目、見つけました。はい6つのプレゼント用意してくれてる。あら、ブラスが入ってましたと、ベルト、めっちゃ可愛い。こういうの私好きです。はい、可愛い。着てきます。あ、待って、わかった、わかった。はい、え、電信コードですかこれ。え、めっちゃ嬉しいねんけど。はい、こんな感じです。めっちゃ嬉しい。お父ちゃん、うん、わっしょーポニーテール。はい、お父ちゃんこんにちは。わっしょーポニーテール。こんばんは、こんにちは。おはよう。MC 久しぶり、ごめんね、と実言われなくて。うん、お家からラブチューチュー愛してるコールを送ります。愛してるよ。ありがとう。感極まっちゃって泣いてますね。あ、もう嬉しみが深いよ。かわいい、かわいい。これ実はですね、僕たちまあ全て誕生日プレゼントなんですけど、これ全員ランダムで買ってます。ランダムで買ってここまで綺麗なドレスアップになりますかね。確かに何個も持ってた。何個もしないです。本当にこれは、まあ、僕たちが与えられたカテゴリーだけ教えられてなのに、このクオリティでございます。そんな泣かないで皆さん、泣かないで。見て、この中しっかりおとちゃんもいるからね。おとちゃんもいるからね。まあちゃんとここにね、この事務所に6つのプレゼントを隠しました、書いてます。はい、なのに MC は、え、まだプレゼントあるの？え、どこにあるの？隠してあるの？どんだけ鈍感やん。誰が誰とかわかる？誰か誰か、はい、じゃあまず上からいきます。誰だと思いますか？帽子。全然俺じゃねえけど。帽子、帽子っぽいとかね。帽子ね、帽子っぽい人やったらバーかな。はい、正解です。次、カバンですね。めっちゃ可愛い。エムシが好きそうな、なんかカラーカラーカラー。エムシ感がありますね。え、意外とね。でも誰だよ。これすごい。誰だよ。アクセサリー好きって誰や。誰だよ。アクセサリー好きやったら、うん、こっちのイメージが強い。うん、俺だ。正解。本当に。これでは上のこちらと、ね、上と下が分からん。これ難しいな。これは難しい。これ何も分からん。何でも、まあ、なんか、うん、きっと似てるんですよね。
そうなんかこっち側でもアミカのイメージがある。正解。色合いが。下は私もちょっと黒。そうですね。黒黒。誰黒黒です。これ俺 A ちゃん。あとあと。ラストね。もう。バイバイ。アドちゃんとのタンブレはもちろん素敵なチュッチュラブチュッチュでチュッチュラブチュッチュラブチュッチュやってじゃあアドちゃん誕生日でみんなでおめでとうございます。はい、いきますよ。はい、お願いします。 MC 誕生日おめでとう。ようこそ48相談室へ。周りの子たちはみんな彼氏がいて私だけいません。どのように作ればいいですか？